皆さん、タコって実は利き腕があるって知ってました？実はが9個あって3つあるそうなんですよ。今回の食材大辞典はこちら。日本が世界一並みに消費してると言われているタコについてお話をしていきます。じゃあ私たちがよく食べているタコ、どんなものがあるかというと、まずはマダコですね。これは日本で最も食べられているタコというふうに言われています。そして水ダコはですね、マダコよりも柔らかくて、お刺身とか生で食べるのがおすすめというふうに言われています。で、最後にイイダコですね。イイダコは丸ごと一気に食べられるのが特徴で、よく煮物とかで見かけますよね。どんな栄養成分が入っているかというと、ナイアシンですね。アルコールの分解を助けてくれて、悪玉コレステロールを減らしてくれて、善玉コレステロールを増やしてくれる作用があるというふうに言われています。そしてタウリンは疲労回復効果があるというふうに言われています。そしてビタミン E、 抗酸化作用があって若返りのビタミンというふうにも言われています。そして亜鉛は味覚を正常に保つのに重要な成分です。ねえ、皆さん、タコって実は利き腕があるって知ってました？なんかですね、捕食や喧嘩などに使う腕が左右どちらかに偏ってるらしいんですよ。で、使う腕は前腕の4本のどれかを使う傾向があるっていう風に言われてるんです。人間みたいですよね。ねえねえ、知ってる？で、さらにね、すごいんですよ。実は脳が9個あって、心臓が3つあるそうなんですよ。じゃあ一体どこにあるのかというと、心臓は生命を維持するための心臓が1つ、そしてエラに血液を送る心臓が2つあるそうなんです。で、脳がね目と目の間に1つずつあって、あと各腕に1つずつあるそうなんですよ。腕を食べてるじゃないですか、タコって。ということは脳みそを私たちいっぱい食べてるかもしれないっていうことですよね。てかタコすごくないですか？じゃあ次におすすめの食べ方です。おすすめの食べ方は、1番はこちら、生ダコの刺身になります。疲労回復効果のあるタウリンは水に溶けやすい性質を持っているので、煮物とかね、茹でたりしちゃうと水に溶け出しちゃうんですよ。なのでタウリンを取りたい時は、お刺身で食べるのがベストというふうに言われています。そして2番目はタコの唐揚げです。揚げればですね、タウリンはそのまま食べれますし、あとビタミン E は油との相性がいいというふうに言われているのでおすすめです。ただしね、やっぱり揚げ物なので食べ過ぎには気をつけてくださいね。そして最後、タコの注意点です。まあ、タコはですね、たくさんいい栄養成分が入ってるんですが、プリン体が多いんですよ。なので高尿酸血症とか、尿酸値の高い方は気をつけてください。あともう一つね、タコはちょっと消化に時間がかかるというふうに言われてるので、胃腸が弱っている時はあまり食べないようにしてください。さて、今日はタコについてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？最後まで見ていただいてありがとうございます。いいねと思われた方はグッドボタン、そして皆さんチャンネル登録お願いします。ということで、今日も一日グッドラック。 See you next time!